はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ケイシ様、シャドウガーデン様、民のかまど馬様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治家総指揮にさせていただきたいと思います。今日の NHK 本部であります。ちょっとデモの関係で渋谷の方行く用事だったもんですから、何年もかけ総工費3400億円で建て替え中、まるで要塞みたいですね。なんかすごいよなーって、大型クレーンが3機並んでね、金かけすぎって批判された都庁の総工費が1250億円でした。3400円ってどのぐらいの金かっていうとね、3400億円だったら都庁タワーを5本建ててもお釣りきますね。なんでそんなに金かかんの、どこにどうして金かかんのっていう疑問が非常に湧くんですけど、なんでそんなにね、NHK 本部が都庁の3倍弱もかかんのか、地下に軍事要塞作ってんのか、壁とガラスは攻撃に耐えられるよう防弾仕様なのか、日本政府に歯向かう時に向けて、作ってんのか、壁と床に金箔でも貼るのかっていう、業者と癒着して懐に入れんのか、これは50億円の仕事を100億円で落札させて、まあ、20億円キャッシュバックしてもらうとかですね、企業が30億円儲けてみたいな、そんなことをするのか、謎は深まるばかりであります。散々批判されてもですね、まあ向こうの方が声がでかいからだんまり決め込んで無視して進めるんだもんね。舐めてるよね。自民議員は誰も突っ込まないしね。あと外国人実習生使うのやめましたって企業の書き込み見つけましたけれども、教えてくれた人いるんですけれども、なんかね数人で集まってこちらを威迫するであるとか、商品を持っていくなであるとか、仕事中おしゃべりするなっていうですね、指導に疲れ果てたなんていうですね、やっぱダメなんだな。実習生は外国に働きに来てる人イコール自国ではいい仕事を見つからなかった人ね、能力高い人だったら自国でいい仕事を見つけて、いい待遇で満足して働いてて外国行こうなんて思わないはずなんだ。つまり外国に働きに行きましょうなんていう、実習生はですね、まあまあ本国でも下の方の人間が来るんだから、そんなにはね。あと考えたんですけど、米国政府からですね、人身売買だって批判されてんだから、実習制度がね。実習生を使っている企業は人身売買企業と罵っても差し支えないんじゃないかって考えました。今ジャニーズが大変なことになってますけども、それはね何でしたっけ、未成年者性加害にを容認する企業と思われたら大変みたいなありましたよね。だったら人身売買を容認どころかしてる企業はどうなんだ、非難合々になってもおかしくねえんじゃねえのかな。まあ小さいとこでですね、スピーカーは小さいですけれども、実習生使ってる企業を人身売買企業と罵っていくことに、いたしました。有事の食料輸入計画を商社に要請、新法で、商社に対してですね、戦時の食料調達計画を提出させる方針、そのための新法も作るそうであります。まあ戦時だけじゃなくて疫病だの災害だのも想定してのそうことなだそうでありますけれども、計画を提出させるっていうことはですね、計画を考えさせるってことでもありますね。世論です。フラグ立ったな。戦争が近い感がすごい、高まる有事感は勝者に丸投げ、カウントダウン始まってんだな。輸送ルートを確保する軍事力の確保が先、戦時の想定状況を政府が示すのか、玄米とさつまいもでしのぐのだ。
田舎で農業を始めるかな、なんかいよいよって感じですけれども、防衛費倍増にも公明党が反対しなかったし、ウクライナのこともあって共産党がですね、岸田大軍拡って、新宿とかでギャーギャーやっても弱々しいですね。こういうニュース小出しにして高まる緊張感、国民もいよいよ戦争って雰囲気になれるというものですね。災害、疫病、戦時など食料不足が見込まれている場合に想定している代替輸入ルートや計画を商社に提出させるイコール考えさせる新法だそうなんですけれども、状況を想定しないと計画も立てられないんじゃないのかな。例えばですけど、台湾が人民軍に攻められてて台湾海峡が使えない場合はどうするかとか具体的に示さないと商社も計画立てられないんじゃないのかな。小麦や大豆など基本的な品目はですね、米国からの輸入が多いから、太平洋経由だったら台湾でドンパチやってても大丈夫かな。アメリカの商船を沈めたら大変ですもんね。田舎で農業を始めよう。今ね、不法滞在者による作物泥棒が増えてるからおすすめできないな。都会暮らしは倉庫ないから備蓄にも限度がありますね。カロリーメイトでも買いだめすっかな。1ヶ月分で1日3箱食って1200キロカロリー。私はそのぐらい食えば十分なんで、1200キロカロリーぐらい食えば十分なんで、1日3箱食って、そんな3食食わなくてもいいな。じっとしてんだったら1日2箱ぐらいでも間に合うんじゃないだろうか。1月分で90箱ぐらいね。これならどっかに置いておきそうであります。ガチで戦争になるならスパイ防止法早く作ってもらいたいですね。国会議員に、スパイがゴロゴロいる国は日本だけですよ。エージェント宗男みたいなね。日米防衛大臣会談開催。米国からのトマホーク調達を当初案の1年前倒し、2025年、再来年から始まるって合意でしたそうであります。射程がですね、北京に届く1600キロの次期モデルを200発、若干射程が短い現行モデルを200発、購入予定だそうであります。一発いくらすんだろうね。3億円ぐらいかな。400発か。1200億円ぐらいですか。あ、はい。世論です。盛り上がってまいりました。もともと契約済みの内容を変えるだけで、型落ちモデルでも海軍現行型じゃんね。国産開発のつなぎか。国産開発、巡航ミサイルの国産開発、やるみたいなんですけど、それじゃ間に合わねえっていうことで、とりあえずアメリカから買っとくかっていうことらしいですね。1年前倒しにしないと間に合わないの判断は怖いな。1年前倒しが重要になる局面なのか。まあ、近いっていうですね。朝日記事を予想しますね。米国の言うがままに兵器を買わされる屈辱外交、このぐらいのことは書くんじゃないかな知らんけど、1年前倒し、したことに腹を立て、腹立ち紛れに朝日新聞が降格、屈辱外交です。1年前倒しにしなければならない状況、盛り上がってまいりましたな。有事食料調達新法といい、なんか新しい情報あったんですかね。我々庶民はですね、国内の人民蜂起に備えてバットぐらい買っておきましょうか。スコップならなおよしであります。私は中杉先生にいただいた靖国刀があるので、いつもデスクの横に置いて、パッと手をに取れるようにしてますけれども、それもいい年こいて動画と思いますけれども、10月3日、ウィーンで IAEA 総会開催。例の高市大臣がですね、中国の水の方が汚ねえべって言い放って、がっぱじかかしたやつ。177カ国が参加したそうであります。日本の処理水放出計画について、賛成176カ国、反対1、中国だけ。これは金平顔真っ赤ですわ。大恥かいてね。世論です。ロシアですら賛成。たまにイケアと間違える国際的大恥かいて。さて次はどう出るか。中国と一緒になって汚染水呼ばわりしてたパヨは息してる。汚染水ガーってやってたバカパヨは、まあ共産党全員、社民党全員、令和全員、立憲の一部議員、パヨール石井など一般パヨどもですね、パヨ
あんなに頑張ったのに。残念な結果に。がっかりして免疫落ちて風邪ひくといいっすね。昔はね、放送されたら、されっぱなしで、新聞も掘り返してみるなんてことをあんませずにですね、面倒だからね、嘘つき放題だったんですけど、今はすぐ掘り返されて、検証されちゃうから、昔みたいに嘘つけなくなりましたね。汚染水がキャンペーン、効かねえ、全然。コミュニティノートっていうですね、嘘つきパヨの点滴システムも配備されちゃったしね。国際的に中共は、私らバカですって宣言したようなもんですけど、気にしないんでしょうかね。いや、少しは気にしろよって思うんですけど、怒りで顔真っ赤の中国共産党、米国内にゾンビ麻薬と呼ばれるフェンタニルを蔓延させるべく頑張っております。なんでゾンビ麻薬って言われるかっていうと、これでラリってる人の歩き方がゾンビそっくりだって、米国政府、フェンタニルの製造流通に関わる14企業と14個人を資産凍結などの制裁対象にして、ほぼ全部中国人、中国企業だそうでます。世論です。アヘン戦争仕掛けてるね。コロナウイルスに並ぶ中国の新兵器、こんな麻薬あるんだ。名前からヤバさしか感じられない。フィラデルフィアの路上映像、本当歩き方がゾンビそっくり。アメリカを麻薬汚染で潰そうとしてるのか。フェンタニルはケシの実から合成されるですね、オピノイド、オピノイドっていうのがそのケシの実から作るもの、大体全部の総称だそうであります。ケシ系薬品っていうかな。全身麻酔に常用される強力な鎮痛剤、強力な鎮痛剤、用法用量を守って使うなら便利な薬、全身麻酔手術に必須みたいな、扱いなんですけど、処方箋なしで不法使用者に甚大な健康被害だそうであります。2023年3月18日のニューズウィーク記事、アメリカ人18歳から45歳の死因のトップが心臓疾患やがん、自動車事故、新型コロナなどではなくフェンタニルだと知ったら驚く人もいるだろう。そうなんだ。アメリカで発見される違法フェンタニルは 90% 以上が中国から来ていると。中国が仕掛ける現代のアフェン戦争、米国でフェンタニルが若者の死因1位の異常事態っていう記事ですね。試験なんですけど、知らなかった。アメリカ人18歳から45歳の間の死因1位とは知らんかった。2021年にはですね、フェンタニルで7万1000人が亡くなってんだって。7万1000人といえば東日本大震災の3倍以上の被害者ですね。日本はどうすかね。まだ蔓延は食い止められてんのか。調べてみたらですね、日本では麻薬指定になってて、持ってるだけで罰せられるんで、米国みたいにはなってないみたいですね。潰したい敵国に麻薬を蔓延させて弱体化したいは至極当然の欲求ですね。中国共産党の指示で組織的にやってるかもしれないが、儲かるからっつって人民が自発的にやってるかもしれないですね。その可能性は十分以上にあります。アヘン戦争の時、シンの人に一番アヘン売ったの、シンの人だから儲かるからっつってね。茂木幹事長、減税もあり得る。自民積極財政部会、消費税を 5% に。世論口だけ、誰も信じず。そりゃそうだな。自民党は今まで上げる一方で一回も減税したことねえんだから、信じられなくて当たり前ですよね。経営者の体調不良や死亡でいきなり倒産、過去最多っていう記事お伝えしましたけれども、仮想場ウィングホール柏西場フル稼働を続けても仮想持ち遺体が870体のパンク状態、年間1000体はさばききれずに他にお願いしている状態だが、市は仮想場の新設に消極的だそうであります。読売記事ね。数が多いベビーブーマーがそろそろお亡くなりになり始めたってことなんですかね。死者数のピークは2035年頃と見られるそうで、あと10年以上は増え続ける一方みたいです。ちなみに2022年の死亡者数は157万人、約157万人、156万8900人とか、あっという間に150万人増えました、超えました。これがですね、200万人、250万人ってなっていくんでしょうか。あまりに多すぎて葬祭場もパンクすんじゃねえの。葬儀も
簡略化が進んだりしてね、時短だなんつって、一つの葬式30分で終わらせないとみたいな、そういう略式になっちゃったりしてね、C は火葬場新設に消極的、言ってる場合がって感じですけど、35年まで増え続けるのに言ってる場合かっていう感じなんですけど、火葬場の事業じゃ他の事業みたいに美味しい思いできねえだけだろって勘ぐりたくなりますね。柏市もう土葬でいいじゃんとか言い出さないか不安ですね。火葬場を、新しく作りたくないばっかりに、増やしたくないばっかりに、もう土葬でいいじゃん。柏市がそんなことになったら、全国からですね、ムスリムが押し寄せてくるよ、多分。で、大変なことになるよ、多分。まあ、推測ですけれども。というわけでですね、メール当院になってですね、毎日毎日届く、読むだけで賢くなるメールをご購読くださり、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。